メガネってそういうことだったんですか？そうなんです、実はトトがねメガネキャラということもありますし、今日花江くんの思いもここに乗せられたということで、かけてきました。トトを演じさせていただきました梶幸です。ちょっと残念ながらローマ役の花江くんが来れないということでメッセージを預かってきましたので、ちょっと読ませていただきます。スマホ取り出した、メガネをしてるんで僕と認識してくれませんでしたね。ですね、花江くんから登壇できずに申し訳ありません、皆様にお会いしたかったです。今日はローマから僕の魂を感じてもらえたらと思います。帰り道に電話ボックスを見かけたら近づいてみてください。すぐ電話します。だそうです。皆さん電話ボックス見かけたらね、花江くんの電話出てあげてくださいね。花江くんがかけてくるってこと？なのかな？さすが彼らしいユニークな、メッセージをね。メガネってそういうことだったんですか？そうなんです、実はトトがねメガネキャラということもありますし、今日花江くんの思いもここに乗せられたということで、かけてきました。